けで今日のテーマはこちらです。勝手に BLCD ランキング佐藤拓也さん編です。やった。実際の BLCD 好き兼声優好きであるチリチリ記者のアンリ54世と白米が勝手に BLCD をランキングしていく企画になっております。はい、はい、でまずなんですけど、まず佐藤拓也さんの BLCD 履歴か、お基礎情報、はい、基礎情報から参りたいと思います。こちらチルチルのホームページに行っていただくと声優一覧というものが見れるんですけれども、これでですね作品数の数なんかを見ることができます。どこかな。でここで佐藤拓也さんを探しますと、見ました、こちらですね。佐藤拓也さんは小杉純太郎さんという人に挟まれていますけれども、はい、作品数の総出演数ですね、これは、うん、あの脇役とかも含めの総出演数です。180本ですね。で攻めの数が97本、ほうほうほう、受けの数が40本ということで、ほうほうほう、まあ攻めの方が多いのかな、うん、そうですね、なんか結構私は受けのイメージも結構あったんですけど、うんうん、私もそう思いました。でも案外40本とかなんですね、うん、結構半分なんですね、うん、ちょっとびっくりしました。これは攻めの初めての 初出演作品がこちら男の子だものという作品になっております、うん、こちらは何カップか出てくるうちのなんか一つとして、うんうん、あの出演されているもので2010年の10月26日にリリースされた CD です。お相手は下和田弘樹さんですね、うんうん、なんかこれは前野さんとか下野さんとか吉野さん、うん、鈴木さんとか他にもこうカップが何個か出てるうちの、だってその他のキャラに江口さんとかいる、もう本当だまだ江口さんがなんか、うん、名前がない役をやっている、うん、団員って書いてある、団員役をやっている3組のカップを描いたものですね、うんうん、が、まあ、最初の一番最初にメインをやった作品になってます、うんうん、であのこれは3カップのうちの1個なんですけど、あのちゃんとこうメインでメインカップをやって攻めがやったっていうのが2013年の僕らの道どもえ戦争という作品で、江口拓也さんが、まあ、受けで、まあ、これ 3人みたいな 3P 系ですね、うん、3P 系っていうか攻めが2人いるやつです。これいつでしたっけね、これ2013年、2013年かはいですねの作品になっております。これがまあ攻めだと、うん、さっきの作品なんですが、このちょっと前くらいに2012年に、うんうん、受けをやっております。初受けだとこの家庭教の3という作品ですね、はい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 、これがあのメインのカップじゃなくてなんかスピンオフのカップみたいなやつでちょろっと出てくるんですけど、うん、米長翼さんとのカップで受けの役を、うん、あの佐藤拓さんがやられているんですね、うん、でこれがあのそのスピンオフカップがちゃんと1枚の CD になって出たのがこの恋友という CD でして、うん、こちらは2015年に発売になったんですけど、うん、まああのこれがメインで、まあ、受け始めてが家庭教だったので、うんうんうん、それのメインの作品になっております、うんうんうん、第1位ですね。うわ来た、第1位だ、皆さん第1位、アンニさんの第1位は何だ、何だ、はい、というわけでこちらです。でん、恋とも、はい、こちらですね、こちら恋ともでございます。あの最初にお話ししました、うん、佐藤拓也さんの最初の受け作品であった家庭教のスピンオフが、うん、まあ、別でスピンオフでちゃんと一枚の作品になっているという作品になっておりまして、すごい首がもげるほどうなずきた。いや、まず私はねこれを聞いたことなかったんです、今まで。でこの佐藤拓也さん特集をするにあたって、うん、こう勉強しようと思って、うん、結構たくさん佐藤拓也さんの CD を、うん、私は聞きました、うん、で聞いた中で初めてあの、ね、正直私これまで紹介した2つは今までも聞いたことあった作品だったんですよ、うん、っていうのはやっぱり趣味ってあるじゃないですか、うん、個人のやっぱ今まで自分が勝手選んでこなかった作品って、うん、多分自分の多分なんか金銭に触れてない部分があるとか、うんうんうん、その自分の金銭に触れたから買ってるところがあるのでやっぱりもう一回聞いても好きだったんですよ、うん、でこれはちょっと盲点だった、うん、っていうのもこれ米長翼さんが攻めなんですよ、うん、で私米長翼さんが攻めと思って、うん、そんな作品あるのと思ってちょっと疑いつつ聞いたんですよ、うん、まあ、まあ最初の方聞いてつまんなかったらちょっともう離脱しようかなぐらいの気持ちで、うん、マジで聞いたんです。もうねそんなことおこがましかった、うんうん、もうねこれが結構あの佐藤さん演じる役は結構なんですかコミュ障っていうか、うん、マジ無口でなんかあんまり人の感情を理解できてるのかなみたいな、うん、恋とかちょっとなんか不思議な感じですよね。なんか研究室みたいなところに所属していて、うん、なんか人の愛とか恋とかそういう感情についてあんまり理解できてないみたいな感じのタイプの美人
受けなんですけど、うん、だから周りからもちょっと遠巻きに見られてる系の、まあ、美人なんだけど遠巻きに見られてるみたいな感じのタイプで、うん、その子に対して与那翼さんが演じる攻めはかなりもう人気者で、うん、なんか結構女の子からもすごいチヤホヤされて、うん、もう自分も俺はかっこいいみたいな感じの役で、うんうん、いやそれ与那さんが、うん、って思ったんですけど、いやもうめちゃめちゃ良かったです、うん、っていうのも私すごいこれ聞いて思ったんですけど、里徳さんってなんかお相手の演技めっちゃ上手く聞こえません？里徳さんが演じるとなんか想像以上になんか自分のあんまり得意じゃなかった声優さんのこともなんか里徳さんの相手として演じられるとすごい好きになるんですよね、うん、なんかわかんないけどすごく相手の演技を引き立てる声というか、うんうん、そういう感じがしていて、でまあこれなんですけど、まあ本題はこれですよ。いや待って可愛いエロいっていう、うん、そうこれ本当に、しかもこれ初のメインで一本出てるやつですからね。いや素晴らしいですよ。コミュ障美人受けなんですけど、だから途中結構最初からキスシーンみたいな感じで入るんですけど、うん、なんかそこから回想みたいなのに行って出会いみたいなものを描いていくんですよ、うんうんうん、でその最初そういうちょっと体の関係じゃないけどキスするみたいな感じになって、うん、でもちょっと攻めの方がいやこいつなんか恋とかちょっと分かってないみたいな、うん、俺のこと好きだと思ってたけどこいつなんかそういう感情分かってないなみたいな感じでちょっと一旦この関係をやめにしましょうみたいな感じから始まって、うん、そこから受けがいやこれって どういう関係なんだろう攻めと、うん、みたいなことを思い悩むっていう作品になっているんですけども、うんうん、いやねこの普段のおどおどした感じちょっとあんまりそのなんかエロとか分かりませんみたいな、うん、なんか恋も分からないしみたいな感じのあの態度を取っているようなもう美人みたいな、うん、ザ美人みたいな感じの役なのになんかそういうシーンになると途端にエロくなるんですよ。てかだからこそすごいエロく聞こえるのかな、うん、多分そういう部分があって、もういやこういうタイプ私大好きなんで、なんかそんなんていうか青春派、多分私野島健二さんが好きな時代で多分分かると思うんですけどなんかそういう役好きなんですよ基本的に、はい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 、ただ佐藤拓さんでそういうタイプじゃないと思ってて、うん、結構真正面からエロでいくか、うん、そのドゼメニンニンねでニンニンみたいな感じでいくかみたいな、うん、そういうタイプ の声優さんだと思ってたので、うん、こういうなんていうんですかちょっと清純なんだけどエロいみたいな役できるんだと思って、うん、すごいびっくりしたしめっちゃエロかったんで、もうぜひ皆さん聞いてください。本当にそう佐藤さんと与那さん仲良しだからそうなんですよね。めっちゃ息合ってました、うん、確かに漏れ出る吐息がどかわいい、うん、そうなんかね聞いてるとえもうえかわいいみたいな、えかわいいみたいな感じ、うん、いや本当にしかもなんかそれがぶりっ子の声じゃないんですよ、なんか多分普通の男の人の声なんですよ、うん、なんだけどめちゃめちゃかわいいんですよ、それがねあのたまんないんですよ、うん、なんか私あのカテキュアの方を先にこれ知り合いに借りてでなんかそのカテキョそのものっていうよりはこれのこのトラックに出てる佐藤拓也っていうのがやばいから聞いてみたいな感じで言われて借りて聞いてはーってなって、でそのスピンオフっていうかそのでメインでこっちで出るよっていうの知って、いやこれはマジで聞かないとみたいなことで聞いたら、いやよみたいな、良すぎ、本当にこれは良い、心地いいし、なんかストーリーとかも割と回想とか、 なんか過去に戻ったりとか結構するんで、うん、分かりづらい感じだと思うんですけど、うん、なんか結構聞くと、うん、あの自然にスッと入ってくる演出になっていて、うん、なんか難しいものをなんかしっかり表現されているなっていう感じがして、うんまあ、BLCD としてもすごく完成度が高いかなっていう風に感じました、うんうん、あの家庭教聞いてなくても全然ここから入って全く問題ない CD なので、はいうん、これはなんか意外ですよね、なんか佐藤さんの受けがここから始まるんだっていうのは結構意外ではある、これだったんだ、うん、みたいな感じで、うん、すごくまず初期作でこのクオリティは、うん、いやでも最近ちょっと特集するしていくような人気の BLCD に出てる声優さんはもう初期作からなんかぶっ飛ばしてる感じの声優さんがやっぱり多くて、うんうん、やっぱそれがなんかもう実力なんだなっていう風に本当に実力を思い知らされる作品ですね、うんうん、はい、はい、第1位お願いします、はい、第1位いきます。でん彼らの恋と青春のすべてケース1かな、はい、弓道部の僕ら、おー、私もこれを聞いたことない、はい、やばいやばい、はい、はい、こちらで、いや正直なんかすごい悩んだんですよこれ、アンディさんにも始まる前にめちゃくちゃ言ってたんですけど、私そうなんかあのもう一度何度でも、はい、あの新垣太郎さん攻めの佐藤拓也さん向けのアニヤ雄二先生原作のあっちを入れるかこれを入れるかで永遠に悩んで、昨日の夜はぐっすり寝たんですけどちゃんと寝てるわ、ちゃんと寝たんですけど、ちゃんと寝るタイプ、ちゃんと寝たんですけど、でも
あのもう一度何度でもって一回紹介したことあるんですよ、このそうですね、あの企画というか演技、あれそう、あの演技が上手い声優みたいなやつで、そうそう、あの紹介したんですよ、あれも佐藤拓也さんで私紹介をしていて、うんうんうん、で一応なんか私の中のポリシーで、あのなるべく同じ作品は出さないっていう風なことをちょっと意識してるので、まああれはもうじゃあ、 あの殿堂入りっていう風なことでもう一度何度でもはあの入れておいて、うんうんうん、じゃあこれを紹介しようということで、はい、あのご紹介させていただきました。あのぜひあのもう一度何度でも、あの本当あれもね結構可愛い系のふわっとした、そうそうそう、あの受けなのでね、あれも聞いていただきたいんですけど、あれは本当にストーリーがね、すごいので、そう、そう、私はあれを缶桶に入れてほしいと思っている本当にめちゃくちゃ泣いた、本当にすごいんであれは、そう、そうで、こちらもですね、あのたずけさんなんですけれども、攻めの佐藤拓也さん、はい、で、受けが新垣たるすけさんで、これは青春ものですね、あの高校生になります。で、弓道部の僕らってなっているので、弓道部の部活が舞台になっていてで、受けのたるすけさんの千春さんっていうキャラクターが副部長をしている、はい、で、攻めが新しく入ってきた新人1年生っていう風な弓道男子同士なんですけれども、はい、あの受けのたるすけさんがやってるキャラの千春さんの方はあのちょっとスランプ気味でなんかうまくできないみたいなのでちょっと悩んでる。でそこにあのこの佐藤拓也さんが、まあ、入ってくるわけですよね。あの長雨っていう風に言うんですけれども、あの彼が入ってきて、で、彼はもう本当ルーキーみたいな、もう注目されまくってる、中学の頃からすごくて、でもうなんかいろんな試合で目立ってて、もうスーパールーキーっていう風に言われているあの弓道部員みたいな、で片やみんなから注目されてて、あのすごい実力もある、でもう一人は弓道はすごい好きなんだけどうまくなんか打てなくて悩んでるみたいな感じの後輩、先輩のキャラっていう風な形になるんですね。なるほど、うん、で、あのこれは、ダンハジとかが流行り始めたちょっと後くらいに出された CD で、あのいわゆるあのノー BGM ノーフェードアウトで、うん、オリジナル の, あの原作のないあの CD という風なことで、はい、結構これもね、あの3作品くらい出てるのかな。でケース1とケース3が確か同じカップリングになってるんですけれども、うん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 、で、これがなんかそのノー BGM ノーフェードアウトみたいな感じだと、まあ、ちょっとやっぱりエロを出すみたいな感じになるんですけど、はいはいはい、 でもあのもちろんこれそうなんですけど、あのちゃんと高校生としての青春 BL みたいな側面がしっかりしてるんですよね、うんうんうん、これ、うん、であのそういうなんかその最初はあの受けの方があの攻めにこういあん逆かあの受けが攻めの胃袋をつかむみたいな、うん、料理上手なんですよ、うん、その受けが。なるほど。であのその料理にこう惚れ込んで、うん、であのご飯作ってもらうみたいな感じで、うん、こう距離を縮めていくんだけど、うん、そんな中でなんかやっぱり自分よりできるその新人に対してちょっとなんかこうギュッと苦しくなっちゃったりとかっていう、うん、なんかその高校生で部活やってるからこその悩みみたいなものもちゃんと出てくるみたいな。なるほど。でそういう風にしていって大体トラック3くらいからちょっと恋愛面が出てくるみたいな、うん、感じの話なんですけど、恋愛面出てきてからのなんか状況がおかしい。どういうこと？なんかここに書いたんですけど、あのこれ本当に私びっくりした CD で、はい、佐藤拓也さんの吸引力がマジですごい。へー。吸引力っていうのはあの自前 SE のことですそう、あんまり言うとバンされちゃうので自慢 SE、ね、お察しいただけると大変助かるんですけれども吸引力わかりますか皆さん、濡れ場で吸引力って言ったらもうあれしかないんですよ何を吸引するのか、何を吸引するのかっていうもうそれですよそれがあるんですか。これでそれがマジですごい。でこれはなんか自分の中のそのなんていうかハレン自身とかを抜きにして、はいはいはい、単純に技術としてどうなってるんだっていう、はいそっちそのなんかテクニックの方にものすごい私は感動してしまってなるほどなるほど。で本当に大真面目にすげえって思ったんですよ。で普通だったらうわなんかリップをエロいみたいになるんだけど、もうそれを飛び越えてきたみたいなもう超人じゃんみたいな、でどうなってんのみたいな、いや本当まさにそうそう、本当まさにそうそう、本当にそう、嘘です、超聞きたい、何それ、大損とかやってでこのダイソンレベルの吸引力を持ってるのは私佐藤拓也さんしかいないと思っていて、で難しいと思うんですよ、そのいや難しいですよね絶対、うまくやらないとなんかすごいなんか吸引しすぎかもしれないし、うん、でなんか失敗するとなんかお蕎麦吸ってみたいな落語かなみたいな、ね、なんかお蕎麦食べてんのかなみたいななっちゃうみたいな、だからそれがなんかすごい
なんか本当びっくりするくらい上手で、なんかそれに私はすごくなんか感動してしまったっていう、なんかちょっと視点がおかしいんですけれども、ね、でなんかそっからのなんかその恋愛モード入ってからのやっぱ佐藤拓也さんは、まあ、ちょっとなんか後輩感も出てるし、うんうんうん、でちょっとエッチなことにも積極的みたいないい年下感が出てるんだけど、そうじゃない弓道やってる時とかは結構クールな面とかもあったりして、さっきも言ったようなちょっとこうギャップみたいなものが楽しめる部分も結構あると思います。で、まあ、タルスケさんのやってるキャラもなんか高校生なのにこれだいぶエロいなみたいな感じはあるんですけれどもなのでその後半からのそのなんかいろんな濃さっていう風なものはもう本当になんか後半に全部ギュッてこう凝縮されてるんだけど、うんうん、その分前半がすごい結構爽やかに青春してる感じ。じゃあゆっくり結構物語を追っていくみたいな感じ、うん、そうですね。でなんか私がすごいいいなと思ったのはこれ弓道をちゃんとリスペクトしてるなっていうのが、なんか本当に設定だけの弓道じゃなくってちゃんとその弓を射るシーンとかその道場とかで静粛な場でなんかこう緊張感が漂うところとかも結構丁寧に演じてくれてるというか、その音響とかも含めてきちんとやってくださってるので、そのなんかこういう風になんか弓道とかにそういうやってる部活とかに対して結構一生懸命というか、うんうんうん、ちゃんとした描写があるのはなんかそれはそれですごいなっていう風に。それすごいですね、うん、オリジナルでしかもそういうことができるっていうのは素晴らしいですね、うん